いいや、一人でヒーローになるからな。一人でヒーローになるからいいんや。まあね、この面もまだ2面なんでね、これ何個あるだろうね。すごい、びっくりした。びっくりした。2回目やったんで、下見は行ってますので、楽しんでまた探していきたいなと思います。みんな対戦していって、僕なんかいない方がね、対戦も盛り上がりますよ、そりゃ。これをやる。どういうことしてるんかな、僕みたいに。これを。これおまけにしてはすごい、おまけで落ちないかな。対戦がおまけやん、昔のゲーム。これって、どう考えても対戦がメインのゲームになっちゃってるから、おまけなんやろな、こっちが。と思うけど、このおまけも結構なボリュームがあるのが、ワンもそうやった気がする。ボスとか難しかった。で、コメントでもっと練習してから見たかったなって言ってくれた人がいて、でもそれでも見てくれたんやっていう嬉しい人がいたんで、これからちょっとだけ練習して、あの2つぐらいいりこ見るのかな、わからないから、これだけ撮ろうかなと思ってますけど、右上にある2つのシーンみたいな感じなんですね。あと、ここ連射したら登れるの早くなるって、俺知らんかったんやけど、知ってた？知ってたんですよ。これ連射すると速くならないの、だから負けたのかな、さっき。これ、速くなる、あれ飛んだ。登るときか。登るときに連射する。倒しづら。僕はもう使ってるやん。あーなんか濡れてる、濡れてるとキムチ濡れてる、そうそう、ここにいると1個目ですね。1個目です。これなんか見つけやすかったですね。ここ1個目ってか謎ラー入るみたいな。これ登ってる時に回復するって、なんかもうっていうかな、ゼルダの癖がやっぱついてて、まあ、極意クリアしたんで、あの極意の時とか、まあ、極意じゃなくても登る時っていうか、極意やでさ、敵全部倒さなあかん気でいるんですよ、今でも。この人はここ倒さない。で、あとはあとは登ってる時はスタミナがなくなるもんやとばっか思ってるからですよ。爆弾って自分で当たってみたいな。登ってる時の方がスタミナ回復するんですよね。スタミナというかインクが。それは不思議な。ゼルダを忘れなさいって言う。でもゼルダも一回出るからね、忘れちゃいけないっていう難しい。モーションコントロールが怪しいわ。あとここはね、ここなんかどこ？あ、これや。間違えてない、僕。飛んでいいや。ここで寄って。違うな、なんかどっか登るって書いてあって。参考資料に。綺麗にする人の上を登るらしい。そんなことがなかったんで、イカクリーナー、ないよね。
まってんやな、これ。赤い。これ赤いのなんやろ。あ、ここの上登れるんか。なるほど。この上ですわ。この赤いのなに？これ取れるのかな？取れるでしょうね。あんだけ赤くてや。捕まえたいよ。どうやって捕まえたいかな。あれどうやって捕まえるのかな。あ、ここ練習で出てきた。これをちゃんとしないですね。なんか最初のさ、なんかのパクリみたいなことしてなかった2年前って。そこからでもやっぱこんだけの制御にさせるのがすごいですね。あ、なんか取りました。じゃあまた。持ってあげて。シャープついてるところがまたおしゃれやな、これ。